ダーウィン緊張してるの見えるのはわかりますね。4得点取ったね。ライプツィヒが結構前から来たりとか、僕のハイライトしか見てないですが、結構スペースある状態での攻撃だったからさ、スペースない中でどう動くかみたいな、フィルミーノみたいな降りてきて捌くのか、裏抜けて他の選手にスペース作るのかみたいな。だからチームの機能性の中での得点っていうのはまだ、あんま期待しちゃいけないかもしれないけど、それでも数字稼いでないとさ、プレッシャーだけかけてくる外野を黙らせるって意味での数字はね、良かったですよね。ダーウィンのパスデーとかトラップミスのさ、かなり気になったんですけど、治るものなんですかね。もう僕、ベンフィカの試合フルで見た時とか別にそんななかったんで、あとパスの質とかね、すごい早かったりとかあるんじゃないですか。プレーテンポみたいなのってさ、リバプールってめちゃくちゃ速いじゃん、他のチームに比べても。ほんとトップクラスに速いし、で、なおかつリバプールってさ、シティとかアーセナルみたいに配置整えてから攻めるっていうよりも、ちょっと無理でも、味方が有利な状況だったり、裏抜けしてたりしたらもうボーンって通したりするじゃん。で、あと、もう、この姿勢勝負みたいな。組織として崩すのと個でもうスピードでいっちゃうみたいな、この割合がチームによってあると思うんですよ。ダーウィンとかもそれ求められるから、プレーのリズム早かったりとかするからさ。言ってもね、プレシーズンマッチでね、コンディションまだ上がりきってないから、その複合的な理由でダーウィンがまだ本調子じゃないっていう。でも本調子じゃなくても、点取ると本調子に見えるっていうのはあるから、まあ、いい流れになってくていいですねって感じですね。